全てが変わった。俺がいない間に。爆弾が落とされ、抗う術もなく、世界は奴らに降伏した。自由は奪われ、新たな体制が生まれた。奴らの力は世界を脅かし、何百万人もが奴隷となった。暴動も抵抗もレジスタンスも鉄のブーツで踏みつぶされた。奴らは俺たちの未来を奪おうと、その力を振りかざしてる。だが奴らは間違ってる。戦いは終わってない。